なあ霊夢、吉高由里子さんって知ってるか？もちろん知ってるよ。ハイボールのイメージが強い。そうそう、確かにあの CM のイメージは強いかもな。あの CM 見るとハイボールが飲みたくなるんだよね。うんうん、わかるわかる。っていうか、なんでいきなり吉高さんの話になったんだっけ？ああ、この前吉高さんの過去について初めて知ったことがあってさ。何その、私がいかにも食いつきそうなつかみ。何何、教えて。吉高さんって実は昔脱いでたらしいんだぜ。ん？そうなの？意外かもしれないけど、2008年に公開された蛇にピアスで、当時20歳の駆け出し時期だったこともあり、作中のシーンで実は脱いでたんだ。そうだったんだね。もしかすると他の女優さんもそんな過去があるかもね。そうそう。ということで今回は実は脱いでいた昭和の歌手有名女優さんを見ていくぜ。きっと画面越しのみんなも興味津々だと思うから、早速教えてください。まずはこの人、高橋恵子さんについて見ていくぜ。え、この人って知ってるけど脱いでたの？そのまさかなんだぜ。高橋さんについて、霊夢どのくらい知ってる？正直顔しかわからないです。しょうがないやつだな。高橋さんについてちょっと見ていくぜ。よろしくお願いします。高橋さんは2023年現在、69歳で、夫は映画監督の高橋万明さん。夫さんは映画監督なんだね。そうそう、1977年から放送されたルパン三世第二シリーズの脚本を手掛けている、そんな人気の映画監督さんなんだぜ。ルパン三世の脚本ってすごいね。お子さんは息子さんと娘さんの一男一女で、長女さんは芸能界入りしてるんだ。そうなんだね、それは知らなかった。順風満帆そうに見える高橋さんは、実は苦労の多い人生だったんだぜ。一見するとそんな風に見えないけど、そうだったんだね。高橋さんの両親はいとこ婚で、お父さんは小さな牧場を経営してたんだ。いとこ婚、それは複雑な関係だね。そうそう、お父さんの経営していた牧場は子牛の死産と母牛の衰弱もあって、牧場経営が十分にできずに破綻してしまう。うわぁ、それは気の毒だ。借金だけが残ってしまい、幼少期は貧しさに直面していた。記憶が強いと高橋さんは当時について語っているぜ。そうだったんだね。その後、小学校2年生の時にお父さんは保険外交員に転職し、お母さんは住み込みの宿泊業の仕事をして、なんとか生活するんだ。っていうかさ、全く芸能界に進出するような気配がないんだけど。まあまあ落ち着け。高橋さんが小学5年生になると、もともと歌手を目指していたお父さんの娘を刺激のある東京で育てたい、そんな思いから6年生の途中で一家揃って上京して生活し始めたんだ。お父さん歌手になりたかったんだね。にしても一家で上京ってすごい決断。そうだよな。高橋さんが中学生になった頃に、街中でダイエーのスチールカメラマンにスカウトされるんだ。おさすがだね、高橋さん美人だもん。そうそう、中学生とは思えない大人びた要望が目に留まったんだろうな。私もいつかスカウトされてみたい。それは諦めた方が。ん？何か言った？いや、何でもないです。スカウト後はダイエーの研修所で演技などのレッスンを積むんだ。そして1970年に高校生ブルースで衝撃のデビューを果たすんだ。お、ただその作品がまさかのヌード作だったんだぜ。初作品が。まだ若い時だよね、しかも。そうそう、当時15歳だったんだ。それは今はありえないね。若くしてそんな風にデビュー作で体を張っていたなんて思わないよな。うんうん、高橋さんにそんな過去があっただなんて。続いてはこの人だぜ、知ってるか、霊夢？もちろん知ってるよ。ソフトバンクの CM で白戸家のお母さん役してたぜ。あー懐かしい。思い出した、そうだったね。樋口さんは新潟県出身で、大学は女子美術大学だったんだ。お、新潟から大学で上京したんだね。そうそう、1978年に大学1年生だった樋口さんは銀座のあんみつ屋さんでアルバイトをしていたんだ。なんかあんみつ屋さんでアルバイトってだけでオシャレだね。憧れちゃうかも。確かにな、そんなバイト姿を見たスカウトの目に留まったみたいなんだ。あんみつ屋でバイト中にスカウトされるなんてすごいね。まあそのあんみつ屋でバイトしてるってところから設定なんじゃないか。そんな説もあるんだがな。何それ、全部仕掛けられてたの？まあどちらにせよ、衝撃的な芸能界入りだね。うんうん、スカウト後は20歳で1968年から1986年の間に TBS 系列でお昼の時間帯に放送されていたポーラテレビ小説のコオロギ橋で主演デビューしたんだぜ。その後は大学は中退するんだ。スカウトされてすぐに主演デビューって、樋口さん相当期待されてたんだね。そうなんだ。しかも昼の視聴率の狙える時間帯での主演抜擢だったからな。本人は当時のことをかなり緊張したと話しているみたいだぜ。
それはそうだよね。私ももし仮に主演がいきなりゴールデンの時間帯なら緊張するよ。まずもって霊夢が主演で出演することはないと思うんだがな。ちょっと一言余計なんじゃない？あ、すいません。さすがにさ、その昼の時間帯では脱いでないよね。さすがにそれはないから安心していいぜ。1980年の戒厳令の夜で映画に初出演し、同作で初のヌードデビューを果たすんだ。映画の主演で初ヌードだったんだね。ちなみに同作品でゴールデンアロー賞の新人賞を受賞するんだ。その賞聞いたことあるかも。芸能界で影響を与えた人に贈られる賞だったよね。そうそう、よく覚えてるな霊夢。実は私も密かにその賞を狙ってるんです。それは無謀だから早めに諦めた方がいいと思うけどな。うるさいな。まさかあの樋口さんも脱いでいたなんて意外だったかも。確かにそのイメージはないよな。続いて紹介するのは今井美樹さんだぜ。ちなみに霊夢、今井美樹さんは知ってるか？昔紅白とかにも出ていたような。でもあんまりわからないです。お、そうなんだぜ。2006年に紅白に出場していたんだぜ。やっぱりそうだよね。今井さんは宮崎県出身でジャズ好きなお父さんの元で育ったんだ。ジャズ好きな父さんってなんかかっこよいね。そうだよな。霊夢はジャズとか聞くのか？だいたい毎日家に帰るとジャズをつけてゆっくりしているよ。絶対嘘だろ。バレましたか？そんなお父さんの影響か、中学時代にはピアノの弾き語りを行っていたぜ。中学生でピアノの弾き語りってかっこよいんだけど。そうだよな。高校では陸上部でハードルとリレーでインターハイに出場するほどの選手だったんだぜ。スポーツも堪能なんて、その才能を少し分けてほしい。そう思っちゃうよな。今井さんはいつ上京したの？高校卒業後にキャビアテンダントを目指して上京したんだぜ。惜しい。 A さんね、かっこよいよね。上京後間もなく、その後のファッション女性雑誌の MC スターでモデルとしてデビューしたんだ。スタイルもよく美形だったからスカウトもほっとかなかったんだろう。上京してそんなすぐにデビューできるなんてすごい。その後は1984年に山田太一さんのテレビドラマ、輝きたいので女優活動をスタートした。モデルだけじゃなくて女優さんとしても活動していったんだね。そうそう、きっとスポーツも音楽も両立していた経験が生きたのかもな。確かにそれはありそうな気がするね。モデルも女優もこなすってすごいよね。そして1986年に映画 NG 偽し物の作中でヌードシーンで出演するんだ。今井さんの女優生活で脱いだのは確かこの作品だけなんだよね。そうそう、最初で最後のヌード作品になったんだ。今井さんのそんな作品があるなんて多分知らない人も多いよね。そうかもしれないな霊夢、ラッキーだったな。何よその言い方、そんなこと言ってるマリサの方が嬉しそうじゃないの。続いてこの人だぜ、南加穂さん知ってるか霊夢？もちろん知ってるよ、有名な女優さんだよね。そうそう、南さんは兵庫県出身で東邦学園大学短期大学を卒業したぜ。兵庫県の出身なんだね。大学で上京してきたんだね。そうそう、南さんは短大在学中の1984年に映画かやこのためにのヒロイン役、オーディションに応募して2200人の中から選ばれて、主役として映画でデビューしたんだぜ。うわぁ、南さんそんな熾烈な競争を勝ち抜いてデビューしたんだね。そうそう、当時の東邦学園短期大学では在学中の芸能活動を禁止していたが、南さんのオーディション合格を受け規約が改正され映画出演を果たしたんだ。学校の規則まで変えちゃう南さんってすごいね。そうだよな、短大卒業後の1985年にはテレビ小説、五度半さんのヒロイン役でテレビドラマデビューも果たすんだ。お、大学もちゃんと卒業してテレビでもドラマ枠を獲得したんだ。そうそう、テレビだけじゃなくて1986年には坂東玉三郎演出のロミオとジュリエットのジュリエット役をオーディションで掴み取り、初舞台にも出演したんだぜ。ロミオとジュリエット、しかもここもオーディションをくぐり抜けたんだね。あの政界でも活躍する演出家の坂東玉三郎さんの舞台に選ばれたわけだから、南さんの持つ演技力はすでに目を見張るものがあったのかもな。坂東さん知ってるよ。海外で活躍する人に認められるなんて。どうしたんだ霊夢、そんな羨ましそうな目して。うん、だって私だって世界で活躍する人に認められたいんだもん。それはそう思うよな。その後も映画、テレビ、舞台と活躍の場を広げていったんだ。ちなみに南さんも紹介したってことは脱いだ場面があったの？気になるよな。南さんも1997年に不機嫌な果実で濡れ場を披露したぜ。そうだったんだね。南さん人気だったのに体張るね。このドラマでは濡れ場のシーンが多く、いちいち面倒なのでと待ち時間でも脱いでいたなど破天荒なエピソードもあるんだぜ。何それ、ちょっと男気あってかっこいいね南さん。そうだよな。ただ当時のスタッフは目のやり場に困ったみたいだがな。それはそうかもしれないね。
次は南野陽子さんについて見ていくぜ、レイム。南野さんは知ってるか？もちろん知ってるよ。美魔女っていうイメージが強いかもしれない。ああ、それはそうかもしれないな。2023年現在南野さんは55歳だが、その美貌は衰えるどころか魅力が増してるようにも思えるよな。どうしたのマリサ？やけに南野さんをしてるじゃないの。もしやファンでしょ。バレましたか？個人的に好きなんだよね。確か好きになっちゃうのもわかるけど、明らかに熱量を感じたよ。それは失礼しました。ちょっとマリサにしては取り乱してたよ。南野さんは兵庫県出身で、松蔭高校在学中の2年生の夏に上京し、堀越高校に3学期から編入するんだ。そして1984年秋の名門私立女子高校で芸能界デビューを果たすんだ。本当の高校生が高校生のドラマに出るってなんかリアリティあっていいね。そうだよな。それにしてもいきなりの抜擢はやっぱり南野さんも芸能界がほっとかないほどの魅力が当時からあったんだろうな。確かに冷静に考えるとそんなすぐにドラマに出れないよね普通。そうなんだよな。その後は18歳の誕生日に順だね、陽子カレンダーね、陽子のキャッチフレーズが有名になる。恥ずかしすぎてで歌手デビューを果たすんだ。待って待って、歌手としても活動してたの？本当に多彩さに驚くよな。しかもまだ高校生で。本当にね、自分の高校生の頃と比べるとなんか悲しい。比べちゃダメ、絶対に。そうそう、南野さんが一躍有名になったのってあれだよね。そうそう、1985年に放送されたスケバンで勝つな。そうそう、それそれ。このドラマで一気に有名になった南野さんは1986年に写真集陽子独り占めを発売し、当時の女性アイドルトップの売り上げになるんだ。うわぁ、空前の南野さんフィーバーだったんだね。そんな南野さんも1992年に公開された缶つばきで実は脱いでいたんだぜ。そうなの？ちょっと気になるかも。作中ではヒロインのボタン役を演じて高嶋政宏さんと大胆な濡れ場を披露したんだ。25歳の南野さんと。ちょっとずるい。仕事なんだからしょうがないだろ、そう思う気持ちもわかるけど。南野さんにもそんな過去があったとはびっくりだったかも。続いて紹介するのは大場久美子さんだぜ。大場さんは知ってるか、霊夢？正直あんまりわからないかもしれないです。大場さんは1960年に埼玉県で生まれて、中学生の頃から子役として活動していたんだ。大場さんは子役上がりの人だったんだね。そうそう、15歳の頃に芸能プロダクションにスカウトされて芸能活動を開始したんだ。大場さんもスカウトされてたんだね。なんで私はスカウトされないんだろう。それは妥当だと思うけどな。なんその言い方、私だって。はいはい、大場さんは1977年に歌手デビューを果たして、1億人の妹というキャッチフレーズでレコードをリリースしたんだ。1億人の妹？日本の総人口じゃん。そっか、国民的妹っていうコンセプトだね。察しがいいじゃないか、レイム。その後は1978年に可愛らしい帽子の姿が人気になった。テレビドラマコメットさんに主演として抜擢されるんだ。すごい、歌手活動だけじゃなくて女優としても主演の座をつかみ取ったんだね。そうそう、当時は大場さんのブロマイドが飛ぶように売れていて、歌で多少の音外れがあったとしてもそれすらも可愛いらしいと、ファンの心を完全に掴んでいたんだぜ。なんよそれ、大場さん無双状態だ。1979年のスプリングサンバは大場さんの中での大ヒット作になったんだ。おおお、畳みかけるね大場さん。ただその同年10月に、私は女優の世界にお嫁に行きますと名言を残して、歌手活動は一時ストップしてしまうんだ。きっと女優業に専念したかったのかな。本人は後の取材で、私は音痴だからと人前で歌うことへの自信がなかったことも明らかにしているんだぜ。そっか、でも本人がやりたいと思うことをするのがファンとしても嬉しいような気がする。そんな大場さんは1984年の24歳の頃に写真集大場久美子でヌードを披露するんだ。そうなんだね、きっとファンはその写真集買い占めただろうね。うん、当時の大場さんの人気だからそうかもしれないな。最後に紹介するの市毛良枝さんだぜ。きっと霊夢はあまり詳しくないような。さすがマリサ、私の知識量をよくわかってらっしゃる。市毛さんはクリスチャンデイ氏のお父さんの元静岡県で生まれたんだ。クリスチャンデイ氏のお父さんってなかなかいなさそうな経歴だね。そうだよな。市毛さん自身は立教女学院で、あの松任谷由実さんの実子とクラスメイトだったんだぜ。すごい、ユーミンのお姉さんと同じクラスだったんだね。そうそう、自慢したくなっちゃうよな。うん、私だったら孫の代まで自慢しちゃうよ。それは引っ張りすぎなような気が。引っ張れるとこまで引っ張りたいでしょ。市毛さんは女学院を卒業後は劇団俳優小劇場の養成所に入るんだ。お、ここでついに事務所に入るわけだね。
早々女優業を始めた市毛さんは1971年の冬の花でテレビドラマ初主演になる。大市毛さんもちゃんと主演の座をゲットしちゃうんだね。その後は1977年から出演したライオン奥様劇場の小さくとも命の花から始まる一連の嫁姑シリーズで新妻役を演じるんだ。完全に新妻イメージが世間でつきそうだね。そうそう、そのイメージからか理想の花嫁ナンバーワン、お嫁さんにしたい女優ナンバーワンの座に何度も輝くんだぜ。昭和を代表するいい嫁のイメージが完全についたってことだね。そうそう、そんな中で市毛さんもついに、市毛さんもまさか、なの？1980年の男性誌、五郎で市毛さんはフルヌードを披露するんだ。うわぁ、禁断の新妻の姿だね。なんだその言い方、今でも市毛さんファンの間では、当時の話になると話題になるほど衝撃的な一面だったみたいだな。そうなんだね、もしかすると当時の人でも、まさかあの人が脱ぐとはって感じだったのかもしれないね。きっとそうだったのかもしれないな。ということで今回は実は脱いでいた昭和の歌手有名女優さんを見てきたぜ。霊夢も釘付けの内容だったな。うんうん、びっくりしたよ。普段知ってる人が実は脱いでいたなんて。今更過去のそんな話を掘り返したりはしないもんな。そうそう、マリサに教えてもらってなければ絶対に知らなかったよ。みんなの知ってる有名人はいたかな？他にも実はあの人もそんな情報を持ってる人は、霊夢が喜ぶと思うからコメント欄で気軽に教えてくれよな。何マリサ、人を利用して自分でしょ、一番知りたがってるの。この動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録してくれると嬉しいぜ。最後までご視聴ありがとうございました。